はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクですね。メンさんですね。はい、いつもありがとうございます。スターウォーズのマスターワーク、こちら一箱です。この後こちらを開封して、未開封のものをマスターワークもう一箱、合計マスターワーク二つと、ギャラクティックファイルは今日発送します。ご指定の、住所の方ですね。送りますんで、合計三箱になります。はい。で、一つは、パーソナルブレイクにということで、この一つ開けます。はい。2017のマスタークです。よいしょ。さあ、ね、フォーヒット形式の、このマスターワークですね。よいしょ、一つ一つ開けていきましょうか。はい、じゃあまず一つ目ですね。はい、まあこういう感じで入ってます。あ、ちなみにマスターワークはね、もう完売です。ちょっと再入荷どうでしょうね、難しいかなと思います。今年のももう出ます。うちの妻のところにも、スケッチカードのブランクがね、もう届くと思います。はい。参加してますんでね、今年のマスターワーク、お願いいたします。はい。じゃあ次いきます。多分次がヒット。せーの。はい。あ、スケッチです。アニメのキャラですけど、まあ、ね、色もちゃんとついてますし。はい。スケッチカードでした。裏は金です。でもこれ、金しかありますけど、アーティストは特に金だからいいとか特にないようです。で、これ R2D2 のですね。で、一番後ろがだいたいパラレルですね。マッツさんです、お父ちゃん。で、二つ目マスターはだいたいサインカードが2枚と、あとアディショナルでもう2つ何かという感じです。サインが3枚入ってたり4枚入ってたりする場合もありますけど、まあそこははい、あまり見たことないですね。サイン3とか2ヒットパターンはちょいちょい、うん、あります。はい。で、次かな。はい、せーの、ほい。サインですね。はい、あ、はい。パイロットですね。オリジナルの方でしょうかね、これね。はい、女性のパイロット。スケッチカードで、次サインでした。あ、はい、緑色99ですね。41-99、アナキンの緑パラ、グリーンパラですね。はい、サインが1、スケッチ1なので、あと残りは、サインが1個ともう1個が何かですね。はい、ハンソロですね。で、ベーダーですね。はい、次、せーの、ほい。メダルですね。はい、150シリ、53-150。ロイヤルガードですね、これ赤いのね。あ、ロイヤルガードですね。ブロンズメダルです。150枚限定。で、こちらがインサート。で、あ、アナキンの青も出ました。あれ、さっき緑でしたね。ちょっと色が揃いました。で、これが多分サインであろうと思われます。で、さっきもノーマルサインでした。まあ、ノーマルサイン2つの場合も普通にありますけど、どうでしょうね。よいしょ。よいしょ。まあ、一応スケッチが1個出てますからね。スケッチは、ケースで4ぐらいだったりとか。お、これいいですね。パラレルですね。シリアルは200何枚ぐらいだと思いますけど。はい、次行きまーす。せーの、ほい。やっぱサインです。誰でしょう。お、レイパーク、ダースモール。ありです。はい、これシルバーのホロで、50シリですね。13-50です。はい、ちょっと置きますね。レイパークの50シリオートです。まあ、ありです。アニメじゃないです。はい。まあ、人気キャラですもんね、結構ね。レイパークさんですね。
はい、ジアジョーとかね、この後出てましたよね。これ出た後ね。マーシャルアーツの使えてて。ね。で、さっきパラレルが出た、通常も出ました。で、ボバ。ですね、青です。はい。で、4つ開けました。まあ、ダースモールの、レイパークさんのサインが出れば、まあ、全然ありだと思います。はい。全然、OK 牧場だと思います。人型系が出ましたからね。プラス、スケッチカードも1枚出ました。なので、オート2、スケッチ1、メダル1という内容でした。今年のも非常に楽しみですね。はい、ぜひ、うちでも予約やりますんで、ぜひ、よろしくお願いします。はい。いっぱいくれって言ってあります。はい。ね、うちの妻も参加してますんで、ぜひよろしくお願いします。はい。じゃあ、よろしくお願いします。ありがとうございます。今日発送します。ありがとうございます。